ソニーダグラスグレーはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。MLB のシンシナティレッツに所属。ナッシュビルで生まれ、同じテネシー州のスマーナで育つ。父ジェシーは彼が高校1年の時に交通事故で他界した。高校時代は投手と打者の両方として活躍。またアメリカンフットボールでもクォーターバックとして地元紙の選ぶ。 最優秀選手に2007年と2008年の2年連続で選ばれる。2008年には MLB ドラフト27巡目でシカゴカブスから指名されるが契約せずにバンダービルト大学へ進学。入学後しばらくはリリーフとして起用されていたが大学3年、4年時は AS として活躍。2010年に日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会には アメリカ合衆国代表として参加した。最終年は、バンダービルト大学初となる、カレッジワールドシリーズに出場し、テイラー・ヒルなどと共にチームを準決勝まで導いたが、準決勝では、アンソニー・デスクラファニー、プレストン・タッカー、ニック・マロンデなどのいる、フロリダ大学に敗れた。オークランド・アスレチックス時代2011年、MLB ドラフト一巡目で、 オークランドアスレチックスから指名を受け、7月25日に契約、ルーキー級アリゾナリーグアスレチックスでプロデビュー。1試合に登板後、AA 級ミッドランドロックハウンズへ昇格。5試合に登板し、1勝0敗、防御率0.45だった。2012年は、AA 級ミッドランドで開幕を迎え、27試合に登板して6勝9敗。 防御率4.14だった。9月にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。1試合に登板した。2013年はトリプル A 級サクラメントで開幕を迎え、7月10日にダンストレイリッと入れ替わる形でメジャー初昇格。その日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。5回裏から登板し、クリント・バームスから初奪三振を記録。 2回を投げ、1安打無失点3奪三振に抑えた。7月20日にトリプル A 級サクラメントへ降格したが、8月10日に不審のトムミローンに代わって、先発の枠を埋める形で最小格。8月15日のヒューストンアストロズ戦で8回を無失点9奪三振に抑えて、メジャー初勝利を挙げた。また、チームが地区連覇を決めた9月22日の、 ミネソタツインズ戦でも先発し、勝利を収めた。結局、途中昇格ながら、シーズン通算で12試合に登板し、64イニングを投げ5勝3敗、防御率2.67、脱三振率は9を超え、基本類打率は0.6台の高成績を残す。その活躍が認められ、ポストシーズンでも、先発ローテーション入りした。デトロイトタイガースとのディビジョンシリーズでは、 第2戦に先発して、ジャスティン・バーランダーと投げ合い、8回4アンダム失点、9奪三振と高騰し、チームのさよなら勝利につなげた。2014年は、スプリングトレーニングにメジャー契約で参加。6試合に登板し、0勝1敗、防御率3.48だった。シーズンは初の開幕ロースター入りを果たし、3月31日に、 行われた、クリーブランド・インディアンスとの開幕戦に先発。6回を投げ、5アンダム失点7奪三振と高騰したが、打線の援護がなく勝敗はつかなかった。だが、その後もシーズン通じて先発ローテーションに定着し、33試合に、当板、14勝10敗、防御率3.08という成績を記録し、チームで唯一200イニング以上に投げた。 2015年、チームの先発投手としては唯一となる2桁勝利、200イニング以上を記録した。オールスターの一員に選ばれたが、登板機会はなかった。防御率2.73は、アリーグ3位、14勝は、同8位、対、2完封は、同1位タイという素晴らしい成績をマーク。ホイップは、前年から低下し、1.08となった。賞の投票では、 ダラス・カエケル、デビッド・プライスに次ぐ3位だった。2016年はあまり調子が上がらないままのピッチングが続き、8月には右前腕部の負傷により離脱した。結果的に22試合の先発登板に止まり、防御率5.695勝11敗、ホイップ1.50と本来の実力を発揮できず自前だった。2017年開幕前の2月9日に、 指名投手枠で第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出されたが2月26日に怪我の懸念から辞退した。シーズンでは7月25日までに16試合に先発し6勝5敗防御率3.43であった。2017年7月31日にダスティン・ファウラー、ホルヘマテオ、ジェームズ・カプリーリアンとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。 背番号は54を、アロルディス・チャップマンが使用しているため55となった。一席後は11試合に先発したが、打線の援護に恵まれず、4勝7敗、防御率3.72と不本意な成績に終わった。シーズン通算では27試合先発し10勝12敗、防御率3.55と2年ぶりの2桁勝利を上げた一方、2年連続で2桁敗戦、負け越しとなった。 2018年はローテーションの一角として7月までに21試合に先発していたが8勝7敗防御率5.08と振るわず8月以降は先発の座を剥奪された最終的に2年連続の2桁勝利は達成したが30試合登板で11勝9敗防御率4.90ホイップ1.50と前年から大きく成績を落とした 2019年1月21日、シェドロングと2019年の MLB ドラフト指名権を条件に、リーバーサン・マルティンと共にシンシナ・ティレッツへトレードされた。その際、契約を2020年から3年延長し、総額3050万ドルの3年契約で合意した。背番号を54に戻すことができた。またオールスターに出場するはずだったマックス・シャーザーが、 怪我で辞退したことで、代替選手として4年ぶりにオールスターに出場した。この年に、ミルウォーキーブルワーズからレッツに引き抜かれた、バンダービルと大学時代のコーチであるデレク・ジョンソンが、投手コーチとして帯同したこともあり、成績が向上した。最終的には11勝8敗、防御率2.87、自己最多の205奪三振などを記録し、サイヤング賞の投票では7位だった。 オーバースローから、最速97.4マイルパワー、平均94マイルパワーのフォーシームと、平均92マイルパワーのツーシームを主体に、平均81マイルパワーのカーブ、平均85マイルパワーのスライダー、平均89マイルパワー、チェンジアップ、まれに平均90マイル、チェンジアップはもともと平均85マイルパワー、 程度だったが、年々急速がアップしており、2016年終了時点では88、マイルパーアワーまで向上している。頃の割合が、通算54%と高く、ツーシームなどで打たせて取るスタイルだが、一方で、スライダーの空振り率も高く、必要に応じて、脱三振も狙える、本格派である。通算比、オバが、タイミギ打者は、289なのに対し、 対左打者は283と右投手であるが左打者を区としていない。ありがとうございます。